本日の相談です。26日に3年弱付き合った女性に振られました。彼女は今年から社会人の年上で家電製品メーカーの勤務の予定。僕はあと2年、大学院で学生です。僕と彼女の間で大切にしていることが違うと思ったこと、お互いがあまり自分の意見を主張しなかったせいで意思疎通が取れないと感じたことが遠距離結婚というステップになるにつれて大きな負担になると考えたそうで、諦めのような感じで冷めてしまったようです。別れる直前に僕が遠距離を乗り越え結婚しようとまで考えてただけに、別れる時にぐずついてしまい声を荒げてしまいました。付き合ってた時にもこんなことはなかったので、これに関しては後悔しています。僕はある程度友達のおかげで立ち直ることができましたが、まだそんなに日が経っていないのもあり、理性では復縁しない方がいいのかもしれないと思いながらも、もしかしたら僕が頑張ればうまくいくのではと思ってしまい、復縁したい気持ちもあります。また最後の2ヶ月ほどは彼女から積極的に会おうと持ちかけたりしてくれていたのもあり引っかかっています。彼女は割と頑固な女性で、最後の電話でも決意を固そうでした。以上を踏まえて、復縁をするべきか、もしするならどのくらいの冷却期間を置けばいいか、まだこのような女性に対するアプローチを教えていただきたいです。動画の方は拝見していますが、このようなケーススタディ的な話題は少ないと思ったので質問させていただきました。どうかよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、ライト、ツイッター本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは、見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方や、サクッと恋愛の知識を深めたい方に特にお勧めできるナイトになってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用のラインアットの方にお願いします。女性の方はね、女性専用のラインアットの方にお願いします。ということで、今回は復縁ですね。彼女と復縁するべきかどうかと、するならアプローチ方法が知りたいですね。お互いの価値観の相違やすれ違いが別れにつながってしまったっていうことなんですね。なるほどなるほど。こういう場合の復縁について、どう考えたらいいのかとかはですね、ちょっとご紹介しようかなと思います。ということで、今日の目次はこんな感じです。復縁する前にまずは考えることですね。復縁するかしないかも含めて、まずはゆっくり考えましょう。で、次に復縁の判断基準ですね。そして彼女の冷めた気持ちを盛り上げる方法ですね。復縁するとしたらこうやっていきましょうという話をさせていただきます。では、まず復縁する前に考えることですね。これをご紹介します。1つ目、彼女への不満。まずは自分が彼女に対して感じている不満っていうのを考えてみましょう。不満とか、あとは自分が彼女以外でもですね、パートナーに対してどういうことを求めるのかっていう部分を考えます。今回のようなケースに限らず、別れるということは、やっぱりですね、お互いに不満があるからですね。そういう別れの原因っていう部分をしっかり考えずに、なんとなくですね、寂しいっていう気持ちで復縁をしてしまうと、やっぱうまくいかないし、復縁できても結果すぐに別れてしまうことになるんですね。なので、まずは自分が相手に対してどういうことが不満だったのかっていうのを考えてみましょう。そして2つ目、彼女側の不満です。自分がどういうことが不満だったのかっていうのを考えたら、次は彼女は何が不満だったのかっていうのを考えてみましょう。意思疎通がね、できないと思われてしまったっていうことだったんですけど、正直それだけだったら別れるという選択にはならないんですね。自分の意見全然聞いてくれへんけど、でも好きなのって言って付き合っているカップルってたくさんいますよね。だから女性が自分の意見が通らないっていうことだけで別れを選ぶっていうのはちょっと考えにくいんですね。でね、女性が別れを選ぶ時のポイントって4つあるんですね。だからですね、それに当てはめていろんな角度から考えてみるっていうのが大事です。まず1つ目が、自分の話を聞いてくれないかどうかですね。自分のことを分かってくれないかどうかっていうポイントを見ます。そして2つ目が、一緒にいて楽しくないですね。で、3つ目が、恋愛対象としての外見的な魅力とか、相対的な魅力ですね。人からの評価とかも含めて、そういう部分が下がってしまった。で、4つ目が、尊敬できないですね。この4つを軸に複合的に考えてみるっていうのがポイントになってきます。なので、今回別れに至った原因から彼女の不満っていう部分を、この4つを軸にして考えてみるようにしてください。そして3つ目が、自分の本心です。自分の不満とかパートナーに求めること。で、2つ目が彼女側からの不満を考える。で、その次に自分がまだ本当に彼女のことが好きなのかっていうのをですね、やっぱりこう理性と感情っていうのを少し切り離して考えてみるっていうのがいいかなと思います。例えばですね、別にその彼女じゃなくてもいいんやけど、でも他に女性がいないからとか、今までのお金と時間、彼女に使ってきたものがやっぱもったいないと感じるからとか、あとは別れ方によってですね、ミスしたように感じるからとか、あとはいい思い出ばっかりだったって、本当はそんなことないんですよ。めちゃくちゃ喧嘩もしたし、めっちゃ不満に思うこともあった、だけどいい思い出だっていう風にですね、ちょっと美化してしまって、で復縁したいと思ってるっていうこともあるので、なので自分が本当に彼女のことが好きなのか、それとも
本当はそうじゃないのかっていうのはですね、これは自分の心にゆっくり時間を作って問いかけてあげてほしいと思います。なんでこの話するかっていうと、結局ね、復縁がうまくいかない人っていうのは彼女のことが好きだっていう気持ちが 100% じゃない部分ですね。まあ保身のためだったりとか、まあそれこそね、もったいないとかですね、まあそういう部分があって復縁したい、あとは別に彼女じゃなくてもいいんやけど自分の寂しさを埋めてほしいっていう理由で、まあ、復縁したいとおっしゃる方もいて、そういう方はね、やっぱりうまくいかないんですね。なので自分が本当に彼女のことが好きだって思ってるかどうかっていうのはちょっとね、確かめていただけたらと思います。で、次ですね、復縁の判断基準についてお話ししようと思います。どんなケースでも彼女と復縁したいなって思った場合は、今からお伝えするものっていうのを判断基準にしてちょっと考えていただきたいなと思います。で、今からお話しする問題点っていう部分をやっぱ解決できないなら復縁っていうのはしない方がいいですね。復縁ってね、思ってるより簡単にできるんですよ。だけど簡単に復縁できる分、別れに対するハードルもめっちゃ下がるんですね。今回の別れよりも一度復縁して、で次別れる時の方がもっと簡単に別れるようになってしまいます。で、別れを繰り返すことによってどんどん自分のことを傷つけていってしまうんですね。なのでやっぱ復縁っていうのは慎重に考えた方がいいと思います。1つ目、問題点を解決できそうか。問題点っていうのはね、ちょっとしっかり考えた方がいいですね。特にですね、女性っていうのは男性が思っているよりも不満を溜め込んでいるっていうことがすごく多いんですね。なので自分が思っているよりもはるかに彼女っていうのは不満を溜め込んでたんだなっていうふうに考えるべきです。で、今回のケースで言うと、彼女がね、最後の2ヶ月積極的に会おうって、まあ持ちかけてくれたっていうことなんですけど、これはね、やっぱり何か不満があって話を聞いてほしかった、もしくは不満が解消されるような展開っていうのを期待していたからだと思われるってことなんですね。で、結果的に別れることになってしまったんですけど、ということは問題点がやっぱりですね、こう頑張ったけれど解決できなかった、見込みがない、ちょっと無理かなって思ってしまって別れを選んだっていうことなので、問題点を解決できないんだったら復縁もやっぱ難しいんですよ。なのでまずは彼女がどういうことを問題点だと思ってたのか、そしてですね、それに対する解決方法はどうするのかっていう部分をやっぱりね、先にちゃんと考えといた方がいいです。そして2つ目、他の女性と遊んでも彼女のことが好きだと言えるかです。別れた直後ってやっぱりどうしても復縁したいっていう気持ちがすごく強くなるんですね。だけどそれが一時的なものだったりとか、あるいはね、まあ、状況によっては自分に寄ってるっていう可能性もあるので、そこでですね、あえて他の女性と遊んでみるですね、他の女性と接触するような機会を持つっていうのがいいかなと思います。まあ、遊ぶのちょっと嫌だなとか、まあ、ちょっとご時世的にね、出歩くのちょっと厳しいなっていう場合は想像するだけでもいいです。で、そうやって実際に遊んでみたりとか想像してみて、他の女性と遊んでもやっぱり元カノがいいなって思う場合は、まあ復縁目指してもいいかなと思うし、もしもまあ別に他の女性でもありだなって思う場合は、まあ復縁しない方がいいかなと思います。彼女じゃなきゃダメなのか、彼女じゃなくてもいいのかっていう部分は、やっぱりね、復縁するにあたって、復縁ってめっちゃ時間と、まあ、結局ですね、自分磨きとかしなきゃいけないので、お金もかかるんですよね。だからね、絶対復縁じゃなきゃダメなのかっていう部分は、やっぱり最初にちゃんと考えた方がいいです。そして3つ目、幸せな結末をイメージできるか。これはね、復縁したいっておっしゃる方、皆さんに言わせてもらうんですけど、復縁って別にゴールじゃないんですよね。復縁っていうのは人生の一部分でしかないんですよね。復縁したらそこで人生が終わるわけじゃないですよね。復縁後も、やっぱこうですね、長く付き合っていくことになります。で、まあその後ね、カップルによっては結婚というふうにですね、まあステップアップしていくっていう選択をされる方が多いかなと思うんですね。で、まあ彼女もですね、結婚を意識されていると思うんですよ。だからですね、男性側もやっぱりちゃんと考えなきゃいけないですね。まあもちろんね、今回の相談者さんに関して言うと、まだ学生さんなので、難しいっていう部分もあると思うんですけど、でも彼女との幸せな未来っていうのを、やっぱりですね、ただ復縁するだけじゃなくて、その先、彼女とどうなっていきたいのかっていう長期プランで考えるっていうのもかなり大事なことだなと思います。だから、ね、結構多いのが、まあ、復縁はしたい。
だけど親からその女性と付き合うのを反対されているとか、友達からですねあんまりこう人気の高くない彼女で、だからまあ復縁はしてもおいおい別れることにはなると思うっていうご相談も結構あるんですね。例えば彼女がすごいたくさんの借金があるとかね、そういうまあちょっとこの先ずっと一緒にいるっていうのは難しい、だけど好きだっていう相談とか結構あるんですよ。なので念のため言っとくんですけど、やっぱりねそれはね、復縁するなとも言わないけれど、やっぱりもう別れが決まってるんやったら、私はやめといた方が、そのお互いやっぱねまた傷つくんですよね。まあ傷つくのが人生だっていう言い方もできるけど、でもまあ実際やっぱね傷つかんに越したことないし、何回もその辛い思いをするんやったら、ここでむっちゃ辛いっていうのを経験して立ち直って、まあ別の方とですね、人生を歩むっていう選択をされた方がいいかなって思うので、幸せな未来っていうのを想像できないならやめといた方がいいかなと思います。では次、彼女の冷めた気持ちを盛り上げる方法ですね、ご紹介しようと思います。まず一つ目、冷却期間はどれぐらいがいいかですね。まあ冷却期間の考え方結構、様々なんですけど、今回ご相談いただいた限りだと、3ヶ月以上ですね。できるなら半年程度空けた方がいいかなと思います。彼女がかなり頑固な方って書いてくださってたのと、あと、彼女側がこう一生懸命努力をした結果無理だって思ってしまったっていう部分があるので、ちょっとですね、すぐにアプローチをしてどうこうなるっていうタイプではないかなって思います。なので、まあ、3ヶ月から半年程度空けるのがいいかなと思いますね。で、彼女の気持ちが落ち着くのと、あと、まあ、こっち側もですね、改善しなきゃいけないですね。しっかりと原因っていうのを考えてどうしていくかっていう、まあ、プランニングをしていかなきゃいけないですね。で、そのためにやっぱある程度時間が必要なのかなと思います。具体的にいつ連絡するかっていうところなんですけど、まあ今回のケースだと彼女は新社会人になるっていうこともあるので、大体そうですね。お盆休みぐらいが狙い目かなと思いますね。ゴールデンウィークだとちょっと近いかなと思います。新社会人の方で、まあ、大体長期休暇で気が緩むかなと思うので、その時に近況とかを聞くようなね LINE を入れてみるっていうのがいいかなと思います。そして2つ目、変わったところを見せるです。まあ、彼女はね、今までのお付き合いに対して不満を溜めてるし、で、まあ、彼女からすると自分は新社会人ですね。で、彼はまだ学生というところも、まあ、ちょっと引っかかってる可能性あるのかなと思います。そこでですね、自分が変わったんだよっていうところをやっぱりアピールしていくのがいいかなと思いますね。先のことを具体的に伝えられるようになれば、やっぱり見る目も変わるかなって。その、結婚について考えてたけれど、彼女に伝わってなかったんですよね。だからまあその辺をですね、こうしっかりとなんか長期プランとか、こう将来の夢とか目標とかをですね、言葉に出して伝えることで成長したんだなとか変わったんだなって思わすことができるので、そういう部分を口に出して伝えるっていう方向性でいくのがいいかなと思いますね。そして3つ目、彼女の話を聞くことです。まあ新社会人って経験ある方わかると思うんですけど、大変ですよね。まあその学生なのもちろん大変だけど、新しいところに行くっていうのはめっちゃストレスがかかります。なのでやっぱり話聞いてあげて、相談乗ってあげたりとかねぎらってあげたりするのがいいのかなと思います。意思疎通ができないってことだったので、彼女は別れる際にね、自分の話聞いてもらえない、自分のこと分かってもらえないっていう不満がすごく大きかったと思うんですね。なので話を聞くだけで相手からの評価っていうのを上げることができます。ただね、復縁あるあるでちょっと注意してもらいたいんですけど、久しぶりに連絡を取るとですね、こっちが言いたいこと溜まってて、まあ、それがね爆発しちゃって自分の話ばっかりしてしまうことになるんですよ。もうこれはどんなに気をつけててもみんなそうなるんですね。だから自分はそうなるんだっていう認識が大事です。自分の話ばっかりしちゃわないように気をつけてください。ここはね、この後の展開にもかなり大きく変わってくるところなので、自分のことばっかり話すっていうのはダメだし、自分の希望ばっかり言うっていうのもダメですね。相手の話を聞いてしっかり共感するようにしましょう。そして4つ目、会って思いっきり楽しませることです。まずは LINE でやり取りをして、で、まあ、いけそうやなと思った時に会う約束を取り付けるっていうのがいいかなと思います。で、会う時っていうのは自分がどう見えるかよりもですね、相手が楽しんでくれているかどうかっていうのを大事にしてください。結局嫌われたくないとか、いいように思われたいっていう思いが強くなっちゃうと保身に走るんですよね。なので自分がどう思われるかじゃなくって、相手に 100% 楽しんでもらいたいっていう意識が大事です。
で、そうやって過ごすことで一緒にいてやっぱり楽しいなとか、すごく気遣ってくれるなとか、成長したなって思ってもらうことができます。そうすると2人で過ごすっていうのが相手にとってもすごく楽しい時間になってきて、復縁をぐっと近づけることができます。なので、まあすぐに復縁っていうよりは何回もあってですね、関係を温めて、で、まあ復縁に持っていくっていうのがいいと思うし、何回も LINE で連絡を取るとか、何度も会うことによって自分自身も本当に復縁したいかどうかっていうのが分かってくると思うんですね。なので復縁までにやっぱりしっかり時間かけた方がいいかなと思います。ということでまとめです。今回は復縁についてのお話をさせていただきました。まず復縁する前に考えることですね。一つ目、彼女への不満について考える。二つ目、彼女側の不満について考える。そして三つ目、自分の本心について考えるですね。で、次、復縁の判断基準としては、一つ目、問題点を改善できるかどうかですね。二つ目、他の女性と遊んでも彼女を好きだと言えるかどうか。そして三つ目、幸せな未来を想像できるかどうかですね。で、次、彼女の冷めた気持ちを盛り上げる方法としては、一つ目、冷却期間はどれぐらいがいいのかですね。そして二つ目、変わったところを見せる。そして三つ目、彼女の話を聞く。そして四つ目、会って思いっきり楽しませるです。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？まあ、今回はね、復縁についてお話をさせてもらったんですけど、別れを考える、別れの原因についてね、しっかりとこう考えて改善していくっていう話をしたんですけど、中でも言ったんですけど、一点だけで別れを決めるって、女性側からってあんまりないんですね。それがもう本当に生理的嫌悪感を抱くぐらい気持ち悪いと思われてしまったら一発アウトってこともあるんですけど、お付き合いをしていて、特に今回ですね、ちょっと長めにね、お付き合いをされてたってことなので、やっぱりね、じわ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 いろんな要素が目減りしていったっていうのが、こうちょっとずつね、こう全部の項目が下がっていった。っていう風に考えるのが、やっぱりこう自然かなと思いますね。なので、遠距離っていう理由だけとか、意思疎通できないっていうだけではないです。なので、こう、いろんな要素っていうのをね、こうまんべんなく見るようにしていただきたいと思います。復縁するかどうかなんですけど、私はそもそも復縁することがあかんことやと思ってないんで、別に全然、ええんちゃうかなって、っては思うんですけど、ただ安易に復縁したいなって思ってやり始めてうまくいかないんですよね。やっぱりめっちゃ努力とかしやなあかんし、なんか私の今の言い方ちょっと軽かったな。そのなんていうか、思ってるより復縁って簡単やけど、思ってるより努力しやなあかんって感じなんですよ。なので、その努力ができるほど彼女に対して情熱を傾けることができるのかっていう部分も含めて、やっぱりちょっと考える必要はあるのかなと思いました。大体その復縁成功する方って、やっぱ彼女しかいないって思う方なんですよね。だから、彼女じゃなくても、これは別に責めてるわけじゃなくてね、彼女じゃなくてもいいなって思うなら、それはちょっと彼女から卒業する時期、なのかなって思うし、なのでゆっくりね、ご自身の気持ちと向き合う時間を持たれた方がいいかなと思います。よかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。